結晶は血管の外に出ることができます。血管の外に出た結晶はもう結晶とは呼ばずに組織液って言います。組織っていうのは細胞の集まりって意味だね。この血管毛細血管の音ですね。毛細血管は一層の細胞からで,できています。この一層の細胞の細胞と細胞の隙間からえっと漏れ出たりね。もしくはえっと毛細血管にね。小さい穴が開いていたりして、毛細血管は？ 外部とねあの物質の、物質のやり取りができるようになってます。赤血球なんか外に出れませんよ。赤血球なんかが通れる隙間は空いてません。ね、赤血球も何もかも外に出ちゃったらそ出血だからね。で、この組織液、血管の中に戻りますけど、リンパ管の中にも入ります。リンパ管、もともと組織液の回収通路だったけど、今はね、白血球たちがね、免疫系に使ってますね、リンパ管。もともとリンパ管は組織液の回収通路でした。回収通路でした、ね。組織液、リンパ管の中に入ったら、もう組織液とは呼ばずに、リンパ液って呼びます。で、このリンパ管ね、あの、まあ、 左鎖骨下静脈なんていうところでね血管と合流なんかしたりします。でこんな風に血小組織液リンパ液ね血小組織液リンパ液成分がほとんど同じだけどどこにあるかで名前は違うんだねで血管って言っても毛細血管だけじゃなくて動脈や静脈もあります動脈は激しい勢いを持った血液が通るからとっても壁が厚いです破れないようにね。 静脈はね、ね静脈まで来るともう血液の流れは穏やかだけど、でも血液の流れが穏やかってことは逆流しかねないから逆流しないように弁がついてます。これが弁ですね。こっちにはいけるけど、こっちにはいけないっていう弁がついてます。リンパ管にもねもちろん弁がついてます、ね。流れが穏やかになります。リンパ管にあリンパ管を流れるえリンパ液も流れが穏やかなんで、弁がついてます。血管はねえっと心臓というポンプがあるけどね、ねリンパ管にはねあのそういったポンプはないんでね、流れがとても穏やかなんですね。で この動脈、ね、ものすごく激しい勢いを持った血液が通る。ね、その勢い、どこから来たかっていうと、心臓の左心,室左心室がね、ものすごい勢いで血液を送り出してるから、この動脈を流れる血液はすごい激しい勢いを持ってます。心臓の左心室、ね、心臓の左心室の壁はとっても熱いです、ね。全身に血液を送り出すっていう部屋だからね、ものすごく壁が熱くなってます。ね、心臓の左心室の壁が熱い。ね、さあ、心室で熱い夜を。さあ、心室で熱い夜を。なんていうね、語呂合わせもあります。ね、 そ,れのね、その勢いで破れないように、ね、壁が厚くなってる便がある静脈一層の細胞からなる毛細血管、ね、そんな風にに、ね、捉えておきましょう。